チャールズ・シルベスター・チックスタルは、アメリカ合衆国インディアナ州、ウェスト・バーデン・スプリングス出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。1897年、ボストン・ビー・イーターズでデビュー。彼のコーダを表す逸話として、1897年には1試合、6アンダを達成、1903年のワールドシリーズでは3、塁打を3本も放った、などがある。1901年、 ボストン・アメリカンズに遺跡。1906年、ジミー・コリンズの後を継いで選手兼人監督となる。1907年3月28日、シーズン前のスプリングトレーニング中にフェノールを飲んで自殺した。同期は不明である。チームメイトの数人に少年たちよ、私はそれを助けることができなかった。それは私の気持ちを借り立てたと最後の言葉を語った。 それが正確に何を指しているのか、未だに謎のままである。1908年の新聞は、スタルは監督として、友人のコリンズをチームから放出しなければならなくなったため、落胆していたと主張している。1907年のシーズン開始前、スタルの後を継いでサイアングが監督に就任した。コリンズは、同年6月にフィラデルフィアアスレチックスにトレードされた。 ありがとうございます。